寒いっすね。はい、模型パドックさんです。はい、よろしくお願いします。パドックです、お願いします。お店の紹介お願いします。はい、まずこちらがもうね、パドック恒例になってきました中古品雑貨コーナー。こちらもね、もう皆さんに上から下までガッサガッサ撮ってもらう、あの掘り出し物探してもらうような場所になっていますので、 LCP の掘り下、そうですね、これ2で、これ隣ふって見ていただくとこちらですね、 LCP2 の本体も今日はさっき見た持ってきてます。5000円切ってるから安いと思います。そうですね、これ2つ買ったらもうそのままゲーム参加できる形になります。そうだね、はい、うん、はい、ここにもこれは LCP、 そうですね、こっちはあの初代の LCP の方になります。うん、安い、これも安いですね。そうですね、あとはまあこっちの方に CO2 花火だったりとかライフル系も少し持ってきてます。お、ハイサイクルパトリオットが2万切ってる、安い安い。あとはうちのオリジナルパッチ、のパッチ、これは何だ、手乗りハンドガンっていう、あの小さいハンドガン型のキーホルダー、こんなのあんだ。そうですね、これはあのスライドのところに囲いがあって、うんうん、結構細かく刻印入ってるので、グロックにジェネポートまで読めるようになってます。あ、じゃあ俺ちょっとそれをお土産で買っとこう。あ、ありがとうございます。待って待って、じゃあね、ちょっとこれ閉まってくるので、はい、グロックの黒で、いや、はい、ピンク、グロックのピンク、黒ピンク、はい。あとこちらお品物のお渡しでございます。これだー、うわ、反射して見えない、後で写真撮る。ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。バイバイ。ミキちゃんにサイン書いてもらってます。いや、フートも組んで、おお、すげえ、かっこいい。俺が全部、おっ、やった、ありがとうございます。これ俺が欲しいな。わかるかな。はい、ありがとうございます。沖縄キッチンカーさんです。今日は限定のグラノーラチョコバナナクレープというのがあるので、それお願いします。カーリーフライ、コロッケ、オリオンビール、あとは沖縄そば、角煮丼、そしてデザートがこれです。はーい、おお、いやー、ちょっとボリュームあるな。これからライブが始まりますが、その前にちょっとおやつを食べます。あ、なんかこれコーヒーがいるな、コーヒー。チョコバナナクレープに、レーズンとかが入ってて、うまい、うまい。遊べたのも本当に皆さんのおかげです。で、きっとあの至らないところがたくさんあったと思うんですけど、また懲りずに次回もサバ踊り来年もやりますんでよろしくお願いします。で、次回はなるべく早めに告知の方やって、もっとものすごい規模でやりたいなって思ってますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。で、これからあの抽選会の方やりますので、みんなリストバンド、自分の番号を見ててくださいね。続きまして88番、やってます、これも行きます。あ、違う、あ、そうです、次は次は、ういちゃんからキーホルダーを8個もらってます。はい、ごめんなさい。はい、次行きます。えんちゃんから手編みのスリング1個、1個ですよ、行きます。行きます。60番の方、60、おーい、ういちゃんからです。ありがとう、ういちゃん、ありがとう。
支部、それとあと BB 弾が2袋、全部で3人いきます。ありがとうございます。玉から、じゃあ玉からいきます。玉からいきますよ。はい、じゃあそれ渡してください。はい、続いていきますよ。一桁ですよ、一桁。一桁の人、まだ残ってる人いますか。まず8番、8番の方。いった、おいった、おお、ちょっと間違えかもしんない。なし、なし、もう一回、もう一回いきます。はい、どんどんいきます。次はですね、SFおめでとうございます。はい、OK です。はい、あれ94は94、はい、はい、15番、はい、15です。マレーのエアコキーガバメントと、あとあの BB 弾、S&T の BB 弾いきます。じゃあ玉、最初に BB 弾からいきます。じゃあいきます、玉からいきますよ。71番の方、はい、ナイスヒットゴール。ミックちゃんですか、紫の。はい、続いていきますよ。エアコキ68番の方、はい、サンドピットさん、サンドピットさんから熊沢さんより、エアコキのカスタム品ですよ。USB とダブルイーグル、これ両方ともカスタムしてあって、さっき僕打たせてもらったんですけど、ものすごい飛びます。びっくりしました。じゃあまず2名の方いきます。ダブルイーグルからいきます。はい、92番、はい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 、続いていきます。102番の方、あれ102番の方いないですか。自転行っちゃいますよ。102番、はい、じゃあ次行きます。80番の方、80番、おめでとうございます。あ、写真撮影、はい、当たった。パンチ会当たった。おめでとう。パンチおめでとう。じゃあまた来週もよろしく。はい、よろしくお願いします。あ、これね、28だか25だか。あ、これ28仕様ですか。覚えてない。28か25。あ、わかりました。じゃあとりあえず25で使ってみます。はい。ありがとうございました。これね、あ、いや、なんでもない。まあ、なんかわかんないことあったら連絡ください。はい、また、はい、連絡させてください。どうも。ありがとうございます。はい、強化カスタム当たった方、おめでとうございます。ありがとうございます。お名前とか伺って大丈夫ですか。あ、ゆきです。ゆきさん、はい、これ、0.28 弾っていう重い球でまっすぐ飛ぶようになってるんで、軽い球だと上に上がっちゃうから、はい、0.28 弾を使ってください。はい、あ、普段2発使ってるんでちょうどよかったです。あ、そうなの、よかった。すごいな。あ、で、うち YouTube やってるので、はい、チャンネル登録もお願いします。ぜひ。 Twitter やってます。あ、Twitter やってないんですよ。あ、まあ、なんかもし SNS やってんだったらこれ宣伝してください。はい、わかりました。ありがとうございました。失礼します。当たっちゃいました。これ俺からの誕生プレゼント。でもカスタムだから本当にささやかなんですけど、記念品をお送りしますので、ウイちゃん、あとエンちゃん、あとディーパパ、この3名の方、これからのサバ踊りのイベントよろしくお願いします。本日はありがとうございました。で、この後、デメさんたちの、高野祭の方を始めたいと思いますので、皆さん心の準備はいいですか。おめでとうございます。かわいい、かわいい、かっこいい。こんなサバ踊り、サバ踊り、お、いいね。パンのサバ踊り、かわいいよ、かわいい。
皆さん、サバ踊りは解禁賞ですか？解禁です。もちろん。え、これ何回やってんの？4回目。4回。俺今日初めてなんだけど、これは面白いね。俺もまた来る。次もね。次も行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。ありがとうございます。あったあったあった。アラネットライブは面白くねえから、サバ声でもいいだろ。まずなんかキッチンカーとか行ってまだちょっと準備あるから買い物して、飲みながらでも見てくだせえ。はい。最高かよ。もうね、和太鼓昼間あったじゃない。で和太鼓みたいなかっこいいのはできねえけど、騒ぐことはできるんだ。バンドってすげえんだ。バンドって飛び跳ねてもいいんだ。人のことなくっちゃいけねえんだ。飛び跳ねるなら跳ねりゃいいんだよ。跳ねりゃ飛び方わかるよな。じゃあ大丈夫です。レギュレーションいらねえからよ。すげえ楽なんだよな。よっしゃ、じゃあ1曲目をねやっていくけど、今日ね、一発目、バンド名だけは言うことで、ジャンクボックスって言います。よろしく。そこで話すのは、ミッケさんじゃないですか。ミッケです。ミッケ、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 かわいい。ミッケの曲から行こうぜ。ボタロックスクレーモン、ボッツロック。俺やっぱ持ってるわ。持ってるわ。まあ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 、でもまあまあまあ、あるある、あるある、あるある、まあまあその場で適当に弾いてたから雑音を混ぜながら、まあまあまあ、ペンタトニックって大事だなって改めて思って。マサとかちょっと苦笑いな感じがね、わかるよね。まあちょっとね、MC で繋いでもらったらエネルギー変えちゃうんで。Thank you.
見事だ。よっしゃやっと俺がね、普段弾いてるポンソの曲いけるわ。自分でハードル上げる。いいんだよ、なんでもガチャガチャしてる。メロコンやろうぜ。やっぱさ、俺らの世代モンパチがすげえかっこよくて、あなたにやろうと思って。ありがとうございます。どら焼きバルバル、粒あん、夜食です。いただきます。うん、あんまり甘くなくてうまい。最初はグーじゃんけんぽい。GTF アルミ削り出しグリップです。イエーイ。これはミッケちゃんのミッケパープル、はい、漫画家祭りの田中先生のシャンパンゴールド。そしてこれはマリルさんからマリルグリーンです。イエーイ。じゃあ皆さん乾杯しましょう。これが栓抜きになってるんだって。見て、これプレステのコントローラーじゃないよ。栓抜きだよ。これで栓を開けたいと思います。いきます。はい。下手か。いきます。いきます。頑張れ。いきます。よし。いきます。いただきます。いきます。せーの。ミケちゃんとグリップの打ち合わせと、あとサイン書いてもらうの仕事終わりました。ミケちゃんありがとう。そしてお隣さんは丸ごとバナナ300円。あ、可愛い子がいる。これ買う？焼き鳥買った今。はい、ありがとう。やったクレープ2個目。あ、セントさんクレープ食う？はい、はい、じゃあどうぞどうぞ。なんで買った？いや、もうラスもう1個ください。はい、クレープ3個目ありがとうございます。はい、乾杯。じゃあセントさん、思った。じゃあセントさん、漫画家祭りはよろしくお願いします。あの、僕行けないので全部先頭さんにやってもらいます。まずは GT グリップのですね、再販をするということでございます。はい、売りまくってください。頑張ります。では、はい、はい、あ、ついでだから、はい、あの、今日のサバ踊りの感想。感想で、はい、お疲れ様です。今日ね、サバ踊り、初めてね、バトルシティさんの方で開催となりましたけれどもね、うん、このね、和太鼓の方でね、演奏があったり、
夜のね会の方ではなんか、ね、生演奏ミッキーちゃんの、ね、生歌とかですね、模型パドックの皆様の生演奏を聞いて、ね、本当に素晴らしいサバ踊り、まあ、みんな踊りまくって、ねお祭りでしたね、サバゲート踊りですね、本当に素晴らしい会でございました。なんか一石何鳥とかね、たくさんね、なんとか鳥がとか、ね、素晴らしい会でございました。なんかね、あの来年か分かんないですけど、もう一回デミちゃんもやりたいと言ってたので、ぜひ楽しみに待っていたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。サバ踊りまだ参加したことない方ね、次回はもっとパワーアップするということでございます。もう今もね十分楽しいんですけどね、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。せーの、開けられるかよ。小野菜終了、片付け中です。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今日の感想一言まとめお願いします。じゃあ何ですか。まあ最初から来てるんですけど、だんだんボリューム上がってるんで、すごかったですね。また楽しみになりました。本当に今日は楽しかった。来年いつとか決まってるんですか、ね、来年5月の予定って言ってます。詳しくはまた X で上がると思いますので、はい、来てください。わざわざあのカレーの協賛すごい量でしたね。あ、そうですね。まあ、でもあれね、実際に出してるのはうちオーナーなんで、オーナーが太っ腹ということで。はい、その分皆さんに来ていただき助かります。はい、今日はどんな感じでした。いや、今日はでも本当最高に素敵な時間をね、いただきました。いや、ミキちゃん、かわいいかわいい。イエーイ。あのね、ゴゴカレー。ありがとう。でも生バンド素敵だったしね。いやでもかっこよかった。自分見た厳しいなんかプロの目みたいな。そんなこと見てたんですね。違う見てるなと思って。そうそうそう、いいなと思ってね。厳しい目してました、ね。はい、ありがとうございます。でもね、サバ踊り今後ともね、よろしくお願いいたします。はい、これは楽しい。みんな来た方がいいです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。みきちゃんもなんか一言。お疲れ様でした。あとあれだ、今後の告知。今後は、うん、一挙は頑張っていきますので。いやいやいや、何のイベントに出るか。12月24日に長野のアサルトフロントに。クリスマスに？クリスマスイブだよ。ちゃんと。ここで来てね。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、マドクの社長さんです。今日はありがとうございました。 ありがとうございました。拙い演奏でね、すごかったですね。いやいや、楽しんでいただけたんだから何よりでございます。ありがとうございました。皆さんのおかげで盛り上がったんです。あれ、僕今日サバ踊り初めてだったんですけど、はい、いつも演奏してるんですか。いや、いつもじゃない、今回初めてだ、ね、初めて。おお、まあ、すごい。このくらいでもやれるんで、皆さんどんどんサバ踊りイベントでどんどん演奏しましょう。はい、ありがとうございました。社長さん、おいしいですね。ラーメンも作るしね。本職がラーメン屋さんとバンド屋さん違うか。じゃあちょっとお店の紹介も。ね、千葉県八千代市の高津ってところで、はい、エアガンショップやってるんで、はい、ゲーム帰りにね、寄りやすいところにありますから、ぜひ寄ってくださいね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。OKパトックの社長さんでした。どうも。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。なんか行方不明だったサイン入りの協賛品見つけてくれたってこと。そうです。ありがとうございます。ステージのところにミッケのサイン入ったのがあったということで。よかったよかった。たまたま見てたので、でもお客さん喜んでくれるんだったらぜひともって形だったので、はい、今日の感想をまとめ。サバ踊り最高すぎです。最高っすね。最高すぎです。これはよく皆さんできすぎです。
です。だからもう来年もねできるように、皆さんもまた期待度を上げて待ってていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、まあまあ見るに帰る。また来年も。お疲れ様でした。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、こんな天気にもね、皆さんのパワーで、雨を。どうってことなかったですね。うん、そうですね。小雨でしたね。なんとかかんとか雨を吹き飛ばすことができたんで、本当に良かったなと思います。で、はい、もうね、今これサバ踊りシーズン4終わったところなんですけども、来年もう5月、はい、もっとすごいことしますので、サバ踊りシーズン5、はい、もっとパワーアップしていきますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。また来年もお願いします。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。